江島神社。若狭弁財天。江島神社は地元では弁天さんの愛称で親しまれています。宗像三女神の一人である市来島姫命が祀られています。参道に敷き詰められた苔がまるでグリーンの絨毯のようです。渓流沿いをさらに登っていきます。渓流や巨木、苔むした石段などが点在し、神域としての雰囲気が漂っています。弁天の滝。一枚岩を勢いよく流れ落ちる滝。遥か過ぎ去った昔には神の使いと思われる白蛇、金色蛇、金色カエル、見ざる色のカエル、面形のカエルなどが出現したとされます。弁天橋。橋を渡ると長い階段が続きます。出雲釜への狛犬が出迎えてくれます。石段を登りきると拝殿と本殿。呼吸が苦しくて限界です。いきなり飛び出してきた巨大なカエル。神の木が光と共に満ち溢れています。神の木を素直に受けることで自らの霊性が清まっていきます。お祭神、財宝神弁財天、市来島姫の命。登録者様、ご視聴者の皆様の開運を願います。お願いいたします。白馬が白竜になりかけています。笑っているように見えます。お姿を見せていただきありがとうございます。感謝いたします。稲葉市には大岩に赤黒の蛇とカエルが住むとの言い伝えが載っています。
龍神様、金色蛇様、ご縁を結んでいただき誠にありがとうございます。社殿の裏の岩が金色に輝く蛇の頭に見えました。阿吽の龍に白い苔が付着して白龍の姿になりそうです。ここからも素晴らしい御神気が感じます。素晴らしい神気を自分の体内に受けることを受けといい、その神縁を結ぶ力を結びという。大切なのは見えないものを感じる感性。自然のありがたさを体で心で受け止め、六根清浄。ただただ感謝しかありません。ありがとうございます。感謝いたします。遠隔参拝で少しでも神様の存在を感じていただけましたら幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。少しでもよかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。